名古屋ドームには大観衆が詰めかけています。セ・リーグ公式戦、中日ドラゴンズ対阪神タイガースの11回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さんは現役時代数多くのバッターと対戦されたわけですが、苦手なバッターのタイプというのはあったんですか？いや、基本的にバットを持ってフルスイングする人みんな嫌いでした。そうですか。やはり当たれば飛ぶというね、威圧感があるからでしょうかね。まずはドラゴンズの先発大野が名古屋ドームのマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。小宮山さん、やはり立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思うんですが、いかがでしょう？そうですね、どうしてもピッチャー立ち上がりって手探りで入ってきますから、抑えると抑えないでは大違いになりますからね。さあ、そういう意味ではこの立ち上がりどうなるか注目していきましょう。インサイド落ちました。これはどうだ、ピッチャーが取る、アウト、ワンアウト。バッターは松永、まずはワンアウトを取っています。先発ピッチャー大野、そしてキャッチャーは大野。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。これが2球目。よく見ましたね。ボール先行です。打ちました、取った、ツーアウトになりました。バッターは注目のルーキーオマリー。ツーアウトランナーありません。この回の大野、4球でツーアウトにしています。すごくいい内容で投げていると思いますよ。はい、そうですよね。インサイド変化球決まっています。さあ、2球目は何か。引っ張った、伸びていく、どうだ、入れば先制、そのままスタンドに入りました。先制ホームランです、タイガース。ドラゴンズ初回いきなり先制弾を浴びました。ドラゴンズ先制を許します。1対0。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。しかしまだ1点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところ。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。このホームランでピッチャーも目が覚めたんじゃないでしょうか。バッターは掛布。ドラゴンズ初回から先制点を許す形となっています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。初球ボール、インコース決めました。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。強打が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース値千金のホームランが出ました。1対0、タイガース先制です。2回表に入ります。タイガースの攻撃、バッターは注目のルーキー石峰。さて、ドラゴンズの先発は大野。ここまで14試合に登板して5勝6敗という成績。前回の登板は9イニング投げて自責点1、勝ち投手になっています。いや、角度のあるクロスファイアーいいですね。はい、ストレートが決まっています。148キロ。打ちました、レフトに強い打球、レフト下がっていく、下がっていく、スタンドには届きません。バッターランナーは二塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。さあ、そしてバッターボックスには糸井が入っています。さあ、追加点は許したくないところ。序盤でリードされている分、ここは離されないようにしないといけませんよ。なるほど、そうですね。さあ、まず1球目、ちょっとすっぽ抜けた感じです。2球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。2対0になりました。ドラゴンズこれで2点ビハインドとなりました。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ、注意すべき相手でしたよね。この序盤戦さらにリードを奪われます。
ここで離されたくはないですね。まあそして次は警戒すべきバッターが相手ですから、しっかりと自分のピッチングをすることですね。その警戒すべき和田、打席に入っています。甘いコースですからね、初球から行ってもらいたかったですね。高めに大きく外れています。バッターボックスの和田、今シーズン得点圏での打率は5割9分。3球目打ちました。ヒットになった。ホームに送球する。これで3連打。ノーアウトランナー3塁1塁。さあそして打席には梅野が入ります。さあピンチは続いています。ランナースタート。キャッチャー2塁送球する。盗塁成功です。これで単打でも2点入ってしまいますね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。はい。3球目打ちました。レフトの前に落ちました。ヒット。ホームに送球。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。3対0。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。抑えたかったんですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。この序盤戦さらにリードを奪われます。初球ボール、真ん中打ちました。これはどうか。一気にセンターへ。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。4対0。ドラゴンズなおも二塁一塁のピンチです。ここはピッチャーにタイムリーが出て追加点を奪われています。そうですね、もうこれ以上点をやってはいけない場面ですからね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。ここはこれ以上離されないように注意したいですよね。まあそしてこのバッターはチャンスに強いですから、丁寧にいった方がいいでしょうね。そうですね。さあ気をつけていきたい新庄、バッターボックスです。初球打ち、このチャンス打ち上げてしまいました。ここは打ち上げています。インフィールドフライでワンアウト。さあそしてバッターボックスには松永入っています。さあワンアウトになりましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあこの点差を保って攻撃に移りたいですから、ここもしっかり切り抜けたいですね。なるほど、そうですね。インコース高めの変化球、これは手が出ません。ワンボールツーストライクです。打った、高く上がった。さあどうだ。追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。5対0。ドラゴンズなおも三塁二塁のピンチです。バッターボックスは3番オマリー。まあドラゴンズとしては序盤からこの点差ですから、もう1点もやれないですよ。なるほど、そうですね。これは手が出ないか。ストライクを取ります。ここはあっという間に追い込んでいます。打ちました、痛烈な打球。切りました、ファールボールです。打ちました、いい当たりだ。大きな打球になった。センターバック、センターバックする、入った。ホームラン、スリーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスは4番掛布。初球空振りです。ファウルになります。さあ3球目は何か。三振になります。バッターは5番石峰。まあ、今度は失投を打たれるようなことは許されませんね。そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。打ちました、これは大きい、伸びていく。ここは打ち上げています。積極的に行きましたが、最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。8対0。これから3回タイガースの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。伊藤が2番手としてコールされています。点差が大きく開いた序盤からの登板となりました。小宮山さん、序盤で先発投手降板となってしまいましたが、いかがですか。そうですね、ここから見ていても本調子じゃなかったんで、まあ取り返しのつかなくなる前にということでしょうね。切り替えていきましょう。
打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、9対0。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。7番バッター和田、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。初球空振りです。ファウルになります。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスは8番梅野、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、ワンアウトランナーなしです。阿部掴んで2アウトになりました。いい動きでした。赤星さん、今のプレーご覧になっていかがですか？いや、今の難しかったと思うんですけど、素晴らしいプレーでしたね。ファウルになります。中への変化球外れました。打ち上げました。ファールグラウンドへのフライです。3球目打っていきましたが、最後はファールグラウンドへの当たりで3アウトです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。9対0、タイガースのリード広がっています。さあバッターは新庄、これが1球目。ファウルになります。アウトコース外れます。これはバットが泳ぎます。ワンボールツーストライクです。外れていきます。さあ仕留められるか。打ちました。右中間へ打球伸びる。ここはフライになっています。ライトが取りました。ワンアウトです。バッターボックスは2番松永、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。伊藤、まずは先頭バッターを打ち取っています。さて今日のドラゴンズの先発は序盤大量失点で交代した大野、今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。これが今シーズン150本目のヒット。ワンアウトランナー一塁です。これが初球、走ってきた、キャッチャー送球して盗塁成功。まあこの点差ですから、ランナーよりもバッターに集中でいいと思いますね。なるほど。打ちました。これもいったか、ライトが下がって、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。なんと3打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。いやー、これは失投でしたね。そうですね。バッターボックス掛布、これは切りました。ファールボールです。際どかったですよね。変化球が高めに抜けます。外れてフォアボール。ホームランの動揺が残っているか。ワンアウトからランナーを出してしまいました。このランナーがピッチングにどう影響していくでしょうか。これはスタンドへ入りそうです。切れました。ファールボール。一塁牽制、セーフ。変化球タイミング合いません。あっという間に2ストライクです。打った、レフトに大きな打球、レフトバックする、レフト深いところ破っていきました。
バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー三塁二塁。バッターボックス糸井。まあドラゴンズとしてはここをしっかり抑え切って流れを引き寄せたいですよね。はい、さあここはしっかり守りたい。ファウルになります。バッターの糸井、今シーズンの得点圏打率は6割4分5厘となっています。低め、これは外れた。インサイド打ち上げました。打球はライトへ。さあバックホームするか。掴みました。犠牲フライにはなりませんでした。バッターボックスは7番和田。今日は盗塁を1つ成功させています。タイガース、この回インコース詰まりました。阿部が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。11対4、タイガースのリード広がっています。これから5回タイガースの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号24、福谷が3番手としてマウンドに上がります。小宮山さん、ここから逆転するためにもこの回はぜひゼロに抑えなくてはいけませんね。まあそうですね、もうこれ以上点をやったらもうゲーム壊れますもんね。打った、強打、取ってワンアウト。ピッチャーに打順が回って先発の西がバッターボックスです。いや今日は1本打たれてますから、もう打たれるわけにはいけませんよ。そうですね。ファウルになります。次が3球目、打ちました。これは浅いフライ。この打球は落ちるか、どうだ。ヒットになりました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。打順は1番に帰ります。バッター新庄、今日はまだ当たりがありません。いやアウトにはね。初球打ち、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。切りました、ファールボールです。引っ張った、これで3試合連続安打。ワンアウトランナー二塁一塁。バッターボックス松永。まあドラゴンズとしてはここをしっかり抑え切って流れを引き寄せたいですよね。はい、さあここはしっかり守りたい。外低め、バッターボックスの松永、今シーズン得点圏での打率は6割飛んで7厘となっています。危ない球です。これは内へ外れます。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。打ちました、痛烈な打球、下がっていく、下がっていく、グン入りました、ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。これで6試合連続のホームラン。ドラゴンズ追加点を許します。14対4。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスオマリー、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、今日はバッティング絶好調、4打席連続ホームランに挑戦です。外を狙っていきました。ワンボールツーストライクです。ファウルです。一塁線取りました。これで4連打、ワンアウトランナー一塁です。バッターは4番掛布、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ヒットでランナーを一塁に置いています。また牽制、一塁はセーフ。打った、高く上がった、伸びていく、どうだ、どうだ、ライトオーバーのヒットになりました。バッターランナーは二塁到達、これで5連打、ワンアウト三塁二塁です。さあ初球は何か、初球抜けてしまったでしょうか、大きく外れます。2球目打ちました、このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。バックホームする、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。タイガースが突き放します。センター前へのタイムリーヒット、
ドラゴンズ、もうこれ以上点はやれません。バッターは6番糸井。一塁牽制、セーフ。もう一球牽制球、一塁はセーフ。初球は何で来るか。真ん中打ちました。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー三塁一塁。バッターボックス和田、今日は盗塁を決めています。ヒットでランナー三塁一塁に変わっています。まずはストライクを取りました。打ちました。ショート取った。セカンド送球アウト。際どいタイミングでしたが二塁フォースアウト。タイガース1点追加します。アウトの間に得点。ドラゴンズ、もうこれ以上点はやれません。ドラゴンズピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でコールされたのは小熊。さあマウンドを任されたのは小熊、今シーズン初登板です。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。まあ得点差がありますからバッターを打ち取ることに重きを置いていればいい。打ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。タッチはアウト。これで3アウト。しかしこの回タイガース3ランホームランで追加点を挙げています。先発の西が打席に入ります。今日はあまり調子が良くないですよね。もう勝利投手の権利は得てるので交代しても良かったと思いますね。そうですね。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー二塁です。緩い変化球、まずは見送ります。打った、レフトを追う、センターを追う、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて、そのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。いやー、これは失投でしたね。そうですね。打順は2番松永、先ほどの打席で3ランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、打ちました。伸びていく、この打球は落ちそうだ。これはライトの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3連打、ノーアウトランナー二塁です。引っ張った、ファーストを取った、一塁送球します。アウト、ワンアウトです。打席には4番バッター掛布、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。ワンアウトランナー三塁です。バッターの掛布、今シーズンの得点圏打率は5割8分となっています。打ちました、いい打球だ、右中間に強い打球、ライトセンターバッ入った、ホームラン、ツーランホームラン。これで6試合連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。相手主砲の一振りでした。打席には5番バッター石峰、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね。外れていきます。ボール先行です。ストライクになります。打ちました、レフト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンパス回ってホームに帰ってきました。バッターは狙って振ってくるカウントですから甘いボールは禁物ですよ。はい、ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。そうですね、とにかく落ち着きたいですよね。ここは慎重に行きたいところ。
アウトコースボール。一二塁間、阿部抑えてツーアウトになりました。バッターは7番和田、先ほどの打席で打点を挙げています。ツーアウトランナーありません。打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、フェンス直撃。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁。バッターボックス梅野、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑え、引っ張ったレフトライナー、掴んで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。先発の西がバッターボックスに入ります。今日はあまり調子が良くないですよね。もう勝利投手の権利は得てるので交代しても良かったと思いますね。うん、そうですね。はい、タイガース。これから7回、この回ピッチャーからの打順でしたがタイガースは代打を送ります。バッターボックスには代打の亀山。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。まあこれ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、フェンスダイレクト。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。まず何を投げてくるか。引っ張った。この打球はフライになっています。レフト掴んでワンアウト。バッターボックスには2番松永。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ええ、ここは長打にも気をつけたいですね。うん、そうですね。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。切れました、ファールボール。内へのスライダーに手が出ました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。ここもファールです。いや、今のボール危なかったですよ。はい、そうですね。これもファウル。落ちるボールです。フルカウントになります。このピンチは空振り三振、ツーアウトになりました。バッターは3番オマリー。今日は3本のホームランを放っています。ツーアウトランナー二塁です。引っ張った、ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット。ドラゴンズなおもピンチです。ドラゴンズピッチャーが変わります。4番を迎える場面でマウンドに上がるのはマルティネス。さあマウンドに上がったのはマルティネス。今シーズン28試合目の登板です。初球は何から入ってくるか。初球ストライク、高め際どい球、すぐに追い込みました。あーボールですか。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。156キロ。まあここはゾーンギリギリを狙って勝負ですね。はい、打ちました。ここは打ち上げています。取ってスリーアウトです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。タイガースのリード広がっています。さあ8回の表タイガースの攻撃、打順は5番石峰。先ほどの打席でソロホームランを放っています。打ちました。打った瞬間確信したか、ぐんぐん入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。いやー、これは失投でしたね。そうですね。打席には6番バッター糸井。打ちました。うまくさばいてワンアウトです。
打席には7番バッター和田。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ええ、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。打ちました。伸びていく。左中間深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー2塁となりました。バッターボックスには代打の八木。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。初球打ち、ここはフライになっています。ショートに任せます。掴んで2アウトです。さあバッターは森谷。そのままバッターボックスに入ります。どうでしょう、代打でもいいと思いますけどね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。バッターボックスには代打の真由美。2アウトになっています。ファウルになります。ノーボールワンストライクです。ここは見ます。3球目は何で来るか。高め際どい球、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球する。セカンドランナーホームイン。二塁タッチはアウト。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。これから9回タイガースの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号16、小宮山さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。いやもう本当最後ですからね。もうあとはゼロで抑えて打線の奮起を待ちたいですね。初球打ち、大きな打球になった。この当たりはどうか。レフトオーバーのヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3試合連続の猛打賞。ノーアウトランナー二塁です。さあまず1球目、まず際どいコースをついてきました。真ん中のボール打った。この打球はフライになっています。抑えてワンアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。打順は3番オマリー。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやさっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね。ワンアウトになっています。打ち上げた。ワンバウンドヒットになった。バックホームする。センター前ヒット。これで6試合連続安打。打順は4番掛布。今日はホームランを放っています。ヒットでランナー三塁一塁。打ち上げました。高く上がった。ここは打ち上げています。掴んでアウト。ツーアウトランナー三塁一塁となりました。さあバッターは石峰。ここで打点を挙げれば今シーズン150打点目になります。バッターボックスの石峰、今シーズン得点圏での打率は5割6分となっています。ふわふわっと上がった。高い打球になった。ここはフライになっています。掴んで3アウト。追加点は奪えませんでした。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。はい、残念ながらドラゴンズ敗れてしまいました。これぐらい一方的な負けの方が諦めがついて気持ちの切り替えが早いかもしれません。ただ非常に反省点が多い内容でもありましたので、この負けをぜひ次に生かしてほしいと思います。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。
名古屋ドームからお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦、中日ドラゴンズ対阪神タイガースの12回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日のゲームどの選手がキーマンになりそうですか？そうですね、クリーンアップが両チームともいいですから、やはり2番の役割が大きくなってきますよね。なるほど、つなぎの2番注目です。まずはドラゴンズの先発松坂が名古屋ドームのマウンドに上がります。相手がルーキーですから、当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。小宮山さん、ズバリ打者を打ち取る確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか？まあ、ある程度そのデータがあるでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に攻めることでしょうかね。弱点をつくことができるんでしょうか？打ちました、高く上がった、これはどうか、レフトオーバー。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。さあ、ドラゴンズ先制のピンチを迎えています。やはり先取点はやりたくないんで、ここは集中したいですよね。なるほど、そうですね。さあ、そのマウンド上の松坂、このピンチをどう切り抜けてくるのか。際どいコースですが、アンパイアの手が上がりました。高めのボール、弾き返した打球は右中間へ。この打球はフライになっています。タッチアップ、バッテリーとしてはここの攻め方は特に大事になってきますよね。まあ、勝負強いバッターを迎えてますから、配球には十分注意が必要だと思いますね。その警戒すべきオマリー、打席に入っています。緩い変化球、まずは見送ります。外、ここはできれば三振を取りたい場面ですね。なるほど、さあ打ちました、いい当たりだ、伸びていく、どうだ、入れば先制、入った、ホームラン、先制のツーランホームランです。タイガース、これで3試合連続のホームラン、ドラゴンズ先制を許します。2対0になりました。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、ご覧いただきましょう。警戒はしていたのですが、ここで打たれました。そうですね、慎重になりすぎましたかね。いきなりのホームラン、あっという間に先制点を奪われました。バッターは掛布、昨日はホームランを含むマルチ安打を記録しています。ホームランが出たということは状態がいいんでしょうね。そうですね、さあここも期待がかかります。ドラゴンズ初回から先制点を許す形となっています。小宮山さん、いきなり失点を許し、不安の残るスタートとなってしまいました。まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね、ここからはきっちりと抑えたい。低め外れました。取りました、一塁そのまま入ってアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、一発が怖いですから、やはり低め中心のピッチングになると思いますね。なるほど、そうですか。ちょっとすっぽ抜けた感じです。打ちました、切れていきます、ファウル。3球目外れました。またファウル。打ちました、これはどうだ、センターに抜ける、ツーアウトランナー一塁。バッターは注目のルーキー亀山。タイガース、この回先制となるツーランホームランが出ています。初球打ち、さあどうだ、ヒットになった、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、三塁へ、ファーストランナー一気にホームイン、三塁タッチはアウト。非常に速い打球でした、合わされてしまいタイムリーとなりました。タイミング合ってましたからね。立ち上がりを攻められています。しかしこの回タイガースツーランホームランで先手を取りました。3対02回の表、7番から始まるタイガースの攻撃。
バッターは日戸。さてドラゴンズの先発は松坂。今日が7試合目の登板です。前回の登板は5回3分の2を投げて自責点2、勝敗はつきませんでした。インサイド変化球決まっています。打った、左中間に大きな打球、レフトセンターバックする、バックする、真ん中を破りました。バッターランナーは二塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。さあドラゴンズ得点圏にランナーを背負った場面です。ここはきっちり抑えて次の回につなげていきたいですね。なるほど、そうですね。まあただちょっと嫌なバッターが相手ですから投げるコースには気をつけた方がいいですね。はい、さあここはしっかり抑えたいところ。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。ライト前のタイムリーヒット、4対0、ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。抑えたかったんですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。バッターは中村、送ります。松坂一塁へ送ります。アウト、ワンアウト、送ってきました。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。ちょっとタイミングはずれました。バッターの新庄、今シーズンの得点圏打率は5割8分2厘となっています。これが3球目。ストライク。さあバッター追い込まれています。アウトコース外れます。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。打ちました、強打、一塁へ、アウト、2アウト。この感じで攻撃の流れを切っていきたいですね。まあただ次は怖いバッターなんでね、この打席は要注意でしょうね。そうですね、さあ気をつけていきたい。松永バッターボックスです。ワンストライクです。打ちました、大きな打球になった、ライト下がっていく、下がっていく、入りました、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで7試合連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかりと引っ張られたあたりはフェンスを越えてしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。6対0になりました。チェンジアップが真ん中に行ってしまいましたね。はい、警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。これはきつい一発ですよね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。打席には3番バッターオマリー。まあ、ここはさっき打たれたツーシームの使い方には注意したいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。最初は変化球できました、ボールになります。2球目打ちました、この当たりはどうか、ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁。これが1球目、初球ボール、打った、大きな打球になった、ライトバックバックバックする、そのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。これで7試合連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。4番に一発を浴びてしまいました。バッターボックスには5番石峰。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。初球打ち、取りました、3アウトチェンジ。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。8対0。これから3回タイガースの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。伊藤がマウンドに上がります。小宮山さん、序盤から大きく失点してしまいました。巻き返し期待ですね。いやもう本当にね、これ以上点をやったらもう取り返しがつきませんからね、より慎重にという。打ちました、浅いフライ、ヒットになりました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。打順は7番木戸。
先ほどの打席でセンターへのツーベース、ランナー挟まれた、二塁送球、二塁タッチはアウト。初球空振りです。インコース変化球決まりません。打ちました。これは三塁側のスタンドに入ります。低めは外れました。さあ5球目は何か。三振です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、目のいいバッターですから不利なカウントにならないようにストライク先行でいきたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。これはファーストゴロ、ビシエド取って一塁アウトで3アウトチェンジです。この回タイガース結局3人で攻撃を終えています。8対0、タイガース大量リードしています。先発の中村バッターボックスです。ピッチャーが相手でも気を抜いてはダメですよね。そうですね。打った、取りました。ワンアウト。打順はトップに帰って新庄。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。さて今日のドラゴンズの先発は序盤大量失点で交代した松坂。今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。打ちました。これは浅いフライ、ヒットになった、あっと弾いた。これで4試合連続のマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。インサイド変化球決まっています。次が2球目、ファーストランナースタート、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。ボールになります。一二塁間取りました。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回タイガース結局3人で攻撃を終えています。小宮山さん、ここから逆転するためにもこの回はぜひゼロに抑えなくてはいけませんね。まあそうですね、もうこれ以上点をやったらもうゲーム壊れますんでね。さあ引っ張った、ボテボテ、ファーストが前に出る、アウト、ワンアウトです。バッターボックスは4番掛布、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、伊藤、まずは先頭バッターを打ち取っています。ファーストが取る、一塁そのまま入ってアウト。5番バッター石峰、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球打ち、ここは打ち上げています。セカンドが落下点に入ります。阿部が掴んで3アウトです。この回打順は6番亀山、前の打席はツーシームをうまく打たれましたから今度はその使い方を工夫したいですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。これで3打数3安打の猛打賞。走ってきた、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功です。まあこの点差ですからランナーよりもバッターに集中でいいと思いますね。なるほど、そうですか。ファウルになります。バッターボックスの木戸、今シーズン得点圏での打率は5割1分となっています。ツーボールツーストライクです。打ちました、取った、一塁送球、アウト、ワンアウト。ピッチャーの状態なんですがやや疲れを感じているのかもしれません。打席には8番バッター糸原。まあドラゴンズとしてはここから追加点を取られると厳しい状況がさらに厳しくなりますからね。なるほど、引っ張った、おっとこれを掴んだ、アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。抜けていればというところでしたがナイスプレーでした。
小宮山さん、今のプレーご覧になっていかがですか？今のいいプレーでしたね。インコース詰まりました。ここはフライになっています。伊藤が抑えて3アウトチェンジです。タイガースサードランナー残塁に終わりました。8対2、タイガース大量リードしています。これから7回タイガースの攻撃です。そしてドラゴン、さあマウンドを任されたのは福谷。今シーズン2試合目の登板です。2試合連続の登板となります。初球打ち、ヒットになった。これで4試合連続の猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。1塁牽制、ランナー挟まれた。2塁へ送ります。2塁へ、2塁タッチはアウト。ファウルになります。打った、センターに強い打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてセンター深いところを破っていきました。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー2塁となりました。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、9対2、ドラッグ。ここでタイガースダイソーを送ります。真由美ファーストランナーに入ります。バッターボックスには4番掛布。これが初球、ランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功。まあ得点差がありますから、バッターを打ち取ることに重きを置いていればいいですね。ファウルになります。バッターの掛布、今シーズンの得点圏打率は5割7分1厘となっています。引っ張った、高いバウンド、ファーストゴロ。ビシエド一塁そのまま入ってアウト。さあバッターは石峰。ここで打点を挙げれば今シーズン150打点目になります。このボールは見送るのが精一杯、ストライクです。真ん中打ちました。これはどうか、ショート取った。一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。9対2タイガースのリード広がっています。これから8回タイガースの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。さあマウンドに上がったのは小熊。今シーズン2試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。打ちました、ライト下がっていく、下がっていく、ライトオーバー。これで4打席連続のヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには7番木戸。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。引っ張った、強打、ツーアウトになりました。打順は8番糸原。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。高め打ちました、ヒットになった。これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。バッターボックスには代打の八木。小宮山さん、このピンチは抑えなければなりませんよね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。初球ボール、走ってきた、ヒットエンドラン、ピッチャー取った。一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。小宮山さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。いやもう本当最後ですからね、もうあとはゼロで抑えて打線の奮起を待ちたいですね。そうですよね。
2球目は何で来るか。低め外れました。ボール先行です。打った、高く上がった、伸びていく伸びていく、フェンス直撃、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。バッターは2番松永。さっきツーベースを放っていますからね。ええ、ここはより慎重にいってほしいですね。そうですね。ヒットでランナー2球目打ちました。ライトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、入った、ホームラン、ツーランホームラン、これが今日2本目のホームラン。しっかり引っ張られるとファンの悲鳴の中フェンスを越えてしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。11対4。いやー、これは失投でしたね。そうですね。バッターはダイソーから起用されている真由美。打った、センターに大きな打球、伸びていく、どうだどうだ、センターオーバーのヒットになりました。バッターランナーは二塁到達、これで3連打、ノーアウトランナー二塁です。さあ初球は何か、際どいコース見送っています。打った、セカンドの左、抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、セカンドランナーホームイン、タイガース追加点を挙げました。12対4。ドラゴンズこれ以上離されるわけにはいきません。バッターボックスには代打の糸井。小宮山さん、このピンチは抑えなければなりませんよね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。いきなり牽制、セーフ。最初は変化球できました。また牽制、一塁はセーフ。